ただいま。ただいま。なるほどね。うん。それにしても寒くてですね。はい。札幌寒いっす。寒いっす。爆弾買えますね。買ってみますか。もうなくなっちゃったし。えい。でりりりー。おお。もっとよこせよ。これなんすか。150。結構高い。買えますけど。なんだろう。なんだろう。福神漬けかな。命の薬だよ。体力が回復するよ。え？いつでも回復できるってことかな。ああ。へえ。全然覚えてねえな。HP 回復。満タンまで回復できるんですね、きっと。きっとそうでしょうね。うん、なんかハート10っていうのがあったけど、あれは回復。あれは多分今回復なんでしょうね。モコさん。なるほど。ピシッ。どっか行った。お？草の中から出てくるお金。お？なんか自動販売機の釣り銭荒らしてる気分。こんなもんかな？あ、ここ行ってないかな？うんうん。お？酒場かな？ホームでレスの人かな？笛。はあ、大変ですね。吟遊詩人かな？別品のお姉ちゃん。ほう。ロリも一度会ってみな。へえ。へえ。仲間になるのかな？笛が好きな男の子と別品の姉ちゃんが仲間になるのかな？マジで？違うのかな？俺全然システム知らないで言ってますけど。何にも知らない。はい。じゃあ次の場所行きますか。うん。遠い。お姉ちゃんは気に入らないかな？ロリだし。これは上からでも下からでもいいのかな？おお。上からかな？うんうん。鶏はなんかゼルデン名物ですよね。ああ、これなんかあるのかな。あ、叩くのか。爆弾、ハンマーがあるとバコンって叩けんじゃないかな。はいはい。しばしお待ちください。セーフしたらどっから始まるのかな。うん、わかんないな。セーブじゃなくて、なんかそのまま続けるってやつあるよね、セレクトの後。あれってセーブはされないのか。続けてゲームする。これセーブされたことにはならないのかね、やっぱり。どうですかね。うん。お、なんかいる。なんかいる。めっちゃ槍投げてきた。君子、危うきに近寄らす。あ、教会か自宅でセーブするといいの。あ、教会か自宅から始まるの。なるほど。再開される。自宅ってどこだ？自宅。あの辺か。真ん中の下か。ああ。ああ、じゃあ、セーブして始めたら早かったのかな？そうか。お、ゼルダっぽい。わあ。うわあ。あ、危ねえよ。試練の一徹を思い出しますね。ほうほう。おお。薬装備したままだとうっかり使っちゃう。あ、ほんとだ。っていう、じゃあ虫取り網でボーン。ぶつもりかな。敵に使うとどうなるんだ。このタコ風のやつをブオーン。効かなかった。あそこかな。あそこですね。お、どう。いや、曲懐かしい。お、誰かいた。いかにも。ほうほう。サハスラーラ。サハスラーラ。幼いお前が大麻の剣を求めておるのか。幼いけどロリ。幼くてロリ。3匹の魔物を倒し3つの紋章を手にした勇者だけが戦い手になれる。うん、なるほど。はい。あ、虫取り飴や蜂とか妖精を捕まえる。なるほど。おう、早速1個目の紋章ですね。うん、ドラクエ3かな。うん、ほうほう、なるほど。あそこの壁がなんかべし。これあれかい、爆弾使わなきゃダメなのかい。爆弾でしょうね。ダッシュないのね。うん、よいしょ。へい。これ爆風当たると死ぬのこれ。あダメージを1受けるんですね。あ、あれあれ、デレレレー。また爆弾。お金。
お金、あれ儲かった、あれ紋章はここではない、ここではない、どこにあるんじゃ、あ、こっち、ん、おお、なになになに、怖いよ怖いよ、虫、どこにあるんじゃ、あ、あっちですね、なるほどなるほど、なるほど、あれ3つの紋章、あ、ペンダントみたいな、あれ紋章ですね、きっと。で、左上にマスターソード、ほう、なるほどね、じゃあもうで全部場所は教えてくれるんだね、すげえ便利、親切設計、親切設計、こっちじゃない、わー、怖いよー、わー、怖いよー、ビョン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 、爆弾使っちゃうな、わー、敵がピョンピョンピョンするんじゃ、敵がピョンピョンしとるんじゃ、固い、おお、いやー、ゼルダだな、ゼルダですね。これレベルとかはない、レベルないですね、ライフだけじゃないですか。そっか、じゃあ別に一生懸命敵倒して経験値稼いだりではなくて、まあお金くれるくらい、はいはい、うんうん、お金がね後日必要になりますからね、はい、おそれらしい、いきなり真ん中行っていいのかな、わー怖いよー、わー怖いよー、なんか進んでますけど、はい、あのなんか目玉さん、うわ怖いよ、動かないです、怖いよ怖いよ、ボーリング場かな、キャー、ロリがタイマーを求める、あ、でかいのなんか出たよ、でかいの出たよ、でかいの出た、あれ余計用ないですよなんだあれ、その目玉さんは結局何、置物なの、べし、帰り道を襲ってくる系、そういうこと、なるべく倒してます、骸骨さん、べし、べし、よけやがる、本当だ、全然適当に言ってますけど、宝箱が、あれあれ、ここはいけない、あれあれ、上から来ないとダメなのかな、そう、お、お、なんかいる、なんか変なやついる、なんじゃ、なんだろ、よし、あれ効かない、死ね、効かない、開いた、うろうろしてるだけ、剣とか矢は効きますか、虫取り網、虫取り網じゃないな虫じゃない、べしべしべし、効かない、うん、倒せない、カービィにああいうのいた、いましたお、お、イエーイ、ほうほう、1階と2階しかないんで、うん、分かりやすい、なんか今さっきの敵テグザーにもいたああいう敵、いろんな敵がいろんなゲームにいる、はい、倒せない上に厄介、なるほど、あ、開かない、開かない、あ、でもボタンあるんじゃないですか、通報を受けたら、あれない、 あった、いたいた、キャー、助けてー、いや、ゼルダ超楽しいああいうちょっとしたなんか謎解きみたいのはね、ちょっとだけ嬉しい、はいはいはい、お、なんじゃこりゃ、骸骨か、ん、わあ、なんじゃ、湧いてくるシステム、あ、はい、戻っちゃった、ほうほう、なんか落とした、ほうほう、なんじゃ、コンパス、ボスの場所はこれでバッチリだぜ、んー、どれどれ、あー、ボスらしい社長室いますね、あそこ違うとか、あ、でも開くんじゃないですか、いずれそのうち開くのかな、下とか、お、なんかある、郵便受けロリオ、わしじゃ、え、サハスラーラじゃ、話せる、話せる、先回りされてる、先回りすんなよえ、これインターフォン、人お前だったのか下は行かなくていいかな、下は、お、なんかいますよ、本当だ、よし、あれ、ここはまだいけない、むむむむむ、8秒に1回
大きい宝箱。あ、でかい、でかい宝箱。でかいな。この宝箱高いそうだな。むむ。そうか。なるほど。じゃあ、大きい、あの、でかい鍵をゲットしなきゃいけないのね。どこにあるんでしょうか。よし。どこじゃろ。どこだろう。あの人何なの？動かな。ああ、目覚ました。この人を倒すと、ひょっとして、寝た。あ怖いよー。怖いよー。怖いよー。寝た。硬い。倒した。あ、もう1匹いましたね。うん。これなんだろう。これはあれかな？エキサイトバイクのエンジンがオーバーヒートするのを防いでくれるやつかな。絶対違う。エスパー伊藤が入ってます。ああ、宝箱だ。宝箱の僕。エスパー伊藤入ってんだ。あの宝箱。なるほどね。倒したけど何も来らない、うん、さっき長老が言ってた鎧の硬い敵です。はいはい。ああ、普通に倒しましたけど。なんとどこかな。まだ行ってないとこ行けばいいのかな。さっきのやっぱり開いてないドアが左とかにあったの気になりますね。これ下行けないんですかね。むむ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 、あれあれむむ、あれむむむむむむ。このね、あれ必死に押してる時のリンクくんのね、アヘ顔がやばい。行けない。アヘロリ、アヘロリ。やばい、やばさしかない。え、左の方のドアも1個なかったんですか。あと左行ってみます、うん、反対からの一方通行。なるほど、うん、これはでも鍵かなんかやると開かないんじゃない。なんか下の方の部屋ないよ、ガチン。あ、右奥の飾りなんじゃない。え、そうなの。あ、そっか、飾りか。あ、またこの人が下を押さないと。あ、爆弾出たよ。爆弾合気。なんかスイッチとかないですか。3匹倒すと、あ、でもこれ下行ける？下行けないですね。ああ、あれ？あ、ただの飾りなんて。ただの飾りです。足かな？足かな？あそこ入ってったら死ぬのかな？まあ、よからぬ結果になるでしょうね。あれ？戻っちゃったな。さっきの宝箱のとこ右。あ、右の部屋？あ、右奥に行ってない。うん。やべえな。わー。わー。やべえ。インディ・ジョーンズや。あ、なんか右に行けるね。でもあそこに行くには、どうやって行くんだ？うん。あれ？本当に分かんなくなってますけど。あそこ確かに左右、右下と左下に部屋があるね。いや、さっきの宝箱のところ右。そういうこと？ん？あ、ここ下だ。ここ下降りて左上に行くんじゃない？左上行けないですか？行けない。あ、行けないんだ。左っていうコメントが入る。左、もっと左。やってる側だけ分かってない。あ、大きな宝箱。大きい宝箱のところを左に行く。左から回っていくやつかな。あの、インターフォンのところ。ああ。またか。一旦大きな宝箱の前まで来てください。飛び降りてもよかったのかな？飛び降りれないのかな？飛び降りれないんじゃないですかね。そうか。まっすぐ行って右。なんだっけそれ。俺、マットテープでしか聞いたことないよ。ああ。来たよ。来ました。これは大きい鍵がないと開かないでしょ、うん、開かない。むむむむ、まっすぐ行って右。これはこの部屋を右に。むむ、この部屋右だそうです。この部屋を右。ニコ生によるナビゲーション。すごい。なんかあそこ今風。おお、なんだなんだ。おお、この立体構造。そうか。
インド人を右。インド人右に。ああ、倒せないの来た。怖いよ。開いた。あ、閉まった。開いた。閉まった。あれ？どういうこと？暗いよ。暗いよ。暗いとなんか、ちょっとあれですね、うん。すげえジャンプだな、こいつ。カンテラを使う場所はないのかな、これ。あない。あれ？倒すしかない。スイッチとかはない。右行くの？さらに。あれ？あ、鍵あった。鍵あった。鍵ありました。ないね。うん。ない。特に爆弾を。で破壊する場所。この先はウリアッチョ。ウリアッチョ。チョああ、しんどい。出た途端に。かけてくる。あ、いた。これがどこじゃ？ああ。ザンギュラのウリアッチョ。ウリアッチョ。ウリアッチョ。ほうほうほう。ほう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 。あ、なんかめっちゃ賑わってるね。めっちゃうん。おしくらまんじゅうかな。また硬いやついる。え、あれはなんか倒して壺を割りたい。壺割ると上が開くのかな。あれはどうしたらいいんだ。この硬い敵をあれにぶつけるとか。これぶつけた方が早いか。全部倒して真ん中の壺。ああ、助けてー。おお、開いた。でれれれ。やったー。やったね。上はこれ。開くのか。上の鍵開けるとさっきの一方通行の開いたところがいける。おお、素晴らしい。よくできてる。なるほど。あ、ショートカットできるかな、これ。なるほどね。なるほど。おお、来た来た。よしよしよし、やったやった。エスパイト、あ、違った。違う違う。エスパイト、こんな姿になってしまった。わあ、なんか来た。わあわあ、やめてー。わあ、なに、怖い、怖い。矢を撃ってみよう。めっちゃ怖い。べし。あ、ちょっと、刺さったよ。なんだこれ。おいおい。ちょっと待って、何あれ。どういう演出なのこれ。あ、大きな宝箱取ると、誘導骸骨が出るので、すぐ上に逃げなきゃいけない。いやカンテラを。はい。文明の力。うん。そして、矢。これ、矢刺さったら結構キモい絵になりません？キモいね。あ、お、あれ強い、ひょっとして。お、強い。超強。かっこ強い。左と右が何かあるの？左と右がありますね。左は飾りかな？あ、ある。いや、いけるんじゃないですか？いける。お、なんだ？お金がいっぱい落ちてるよ。あー。あー。めっちゃ金もらえる。金もらえるけど、ね、こんなに金もらえるんなら体を張って。チケンバイトかな。あの時迷宮島にも行ったな。そればっかりや。あ、開いた。お、進んでる感じする。いけ。お、またいた、うん、また矢打つのかなこれ。そうですね。いや、あと30分ありますね。うん。よし。あ、外した。あ、あ。え？刺さった。目ん玉に刺さないといけない。ああ。目ん玉に刺さると一発。なんだ。矢をいっぱいくれる。なにー？お、なんじゃこれは。ギャー。あと、東京フレンドパークの新しいアトラクションかな。はい、走って。はい、走って。これを撃つ。え？あ、何なのこの。いちいちあの期待以上のねリアクションがあって楽しい。あ、まあ、え、これどこ行けばいいの。あれ、あ、なんか押すのか。おい、これじゃない。ていうか鉄球っぽいんだけど刺さる。鉄球に刺さる、これじゃ。ああ、なるほど。ほうほう。いや、俺 てっきりあの鉄球が出たり入ったりしたら穴に特攻していくのかなと思ったけど。違う違う、そんなことはない。お、なんか赤いやついるな。3倍強いのかな。強そう。3倍ですね。スピード速いのかな。あ、効かない。じゃあ、矢で。あ、あ壁に刺さる。壁に刺さる。とう。おー。強い。刺さる。
おお。すげえ楽しい。やばい。おっと。なんと2体もいますね。ね、守ってるか。なんか矢以外ない。あ、来た来た。よし、当たんない。おお。おお。よし。もう寝ちゃうのは何なのかな。寝ないで特攻してくれば結構勝てると思うんだけど。確かに。この飾りのドア、なんかあれだね、うん。気になっちゃうけど、別に爆弾で開くわけでもないんでしょ、きっと。そんなことになったら、マップがもっとね、複雑になってる。わあ、大変だ。何これ、あ、刺さった。わあ、怖いよ。何これ。えい。え、これ倒さなきゃいけない。おお。刺さった。え、倒すのこいつらを。よし。うわあ。なんでもいいのね。これ爆弾でもいいのかな。お、何何、並んでる。セレス。こんにちは。ちょっと無理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 。あー。ダメージ当たったっぽい。爆弾は毎回ゼルダはダメージ当たりますよ、ね。これなんかすごいね、この絵。すげえな。やっぱ矢の方がいいな、これな。おお。これ文明堂っぽいね。三次のおやつは的な。本当だ。おお、倒した。おお。やばい、死ぬ。大丈夫、回復アイテムが。真面目にやろう。あと2発受けたらギリギリだから、回復アイテム。あれ、いれ、あ、回復しよう。こんな時のための命の薬、小林製薬の命の母。あ、それそれあるわ。正解だ。正解出ちゃった。あ、瓶になった。なるほど。矢はまだ、あ、もうない。矢が、あ、まだありますね。切った方が早いんじゃないかと思って。はいはい、で、でも矢の攻撃力、あ、いけ、矢の攻撃力高かった。矢強いね。うん、お、強い。ただ撃つまでにね、結構ラグがあるんだよね。はいはい。弓道かな。そうだ。そうですね。ああ。ああ。当たらか、なかなか当たらない。はい。並んでく。ああ、赤くなったぞ。怖いよー。怖いよー。ラスト1匹こうなるか。当たり判定がいまいちわからんな。はい。矢で行きましょう。矢はね、撃つまでに時間かかるから無理っす。マジか。あ、いけそう。倒した。でかい。わーい。落ちてきた。来た来た来た。下の階の住人、どんどんうるさいよ。賃貸マンションだったんですね、ここ。サハスラーラに見せるのだ。おお。ほうほう、なるほど。回復した。チャキン。あれ？帰りはね、出口まで連れてってくれる。おお、マッチン。テレビ番組っぽい。さあ、じゃあ、このおじさんどこにいるのかな？まだいるのかな、あそこに。いるんですかね。さっき先回りされてましたけど。うん。おじいちゃん、ロリちゃん、ロリちゃん、あ、いてロリちゃん、上か、どこじゃ、ここか、ロリちゃん、メゾンハイラル、あ、いた。こんにちは。おお、ほう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 、うん、ほうほう、ほうほう、ナイトの一族なのかな。お、なんかくれる。なんじゃ、んペガサスの靴。お、流星剣かな。ほうほう、やったね。これでダッシュで、うん、いろいろできる。やった。これはもう常時装備されてるってことか。うん、早い。強い。早強い。攻撃できちゃう。なんだっけ、どこかに役立つものがあるぞいって言ってた。え、言ってたっけ？東の洞窟に役立つものがあるぞいとか言ってなかったっけ？違ったっけ？言ってました？あれ、最後におじいちゃんなんか言ってなかった。俺話聞いてなかったわ。マジか。こっち？わあ。わあ。ふん。
ふんふん開かない、うん、なんかこっちに何かありそうじゃないですか、うんうん、ザル警備ないおふバフン。あの緑のはなんか壊せんのかな。おあ洞窟発見。東の洞窟ケーブドケーネケーブド。おなんじゃ。おなんかいる。何か虫虫何かやらしい虫鳥なんだろうこれ。妊婦妊婦妖精えい。おお。あの病気の子に見せんのかな。え何匹入るのこれ。空き瓶。あなるほど空き瓶1個しかないから。すげえな。あいつら一匹さらわれたことどう思ってんだろう。これ攻撃したらどうなるの。念のためため攻撃でね。ベシッ。あれあれ取ったよ。取ったよ。取った。これ取っちゃっていいの。取ったら回復。ほうほう。ほうほう。え。一人になっちゃった。背徳感ありますね。背徳感ないよ。わかるわかる。いやあるあるわかる。これあれかいとりあえずあの病弱な見て。あ瓶に入れとけばライフゼロになっても復活する。へえ。すごい。妖精さん見に店に行けばいいのかな。違ったっけ。虫を見せんだっけ。なんか瓶欲しいとか言ってた少年いたよね。遠いな。来週にしようか。来週までお預けよ。テストやると早いな。おお、そうか。普通に取ると1妖精あたり7ライフ回復。ああ、でかい。でもいずれ壊せそうですね。いずれ、うん、フォースの力が高まれば。ほうほう。おや、これは落ちるとどうなるんじゃ。ああ、え、死んだ。溺れた。あれ、正しくは次どこ行くんでしょうね。うん、フォースを感じろ。あと12ヶ月感じるんじゃ。スターウォーズ7やりますからね、12月ね、うん、どこだっけ。あ、また兵隊。変態さん来ちゃう。次は残りの場所、砂漠の神殿に次は行くんですが、その前にあの少年のところに行った方がいい。ここじゃない。あれ、知らないおじさんいた。あ、本当だ。やあ、ロリ。ゾーラ。ゾーラ。ゾーラって誰だろう。はあ、ちょめちょめちょめしい。でへへ。え、どういうこと。え、薄い本。やらしさ。やらしい。どういうこと。どういうこと。ゾーマ。ゾーマ。来週と言わず、うん、瓶持ってきましたけど、はい、どこでしたっけ。この辺のお家でしたよね。これかな。頑張れ頑張れ。いた。あ、いたいた。こんにちは。あ、特に関係なかった。妖精さんじゃダメなんだね。そうですね。あ、あと1分になりました。じゃあまた再来週。再来週。毎週、いつでしょうね。いつか、いつか。いつかやります。そのうち、近いうち。続きそのうちやります。じゃあ、えい。小林製薬のエス端子、次の放送は来週水曜日21時です。来週月曜日もやろうかなって思ってました。あ、やる？あ、やります。祝日ですけど、やるかも。やるかも。皆様、今日もありがとうございました。トルネコの肩をつけたいなと思ってるんですけど。はいはい。トルネコを終わらせて試練やりたいんですけど。はい。ツイッターフォローもよろしくお願いします。小林製薬エス端子。じゃあまた。また。